待ってくれ。おい、なぜ止める。彼は私の弟だ。弟？おい、何の冗談だ。冗談ではない。おいおい、弟だって。え、いや、お前だってロケットなんで。え、そのようです。マジ？ジャンキラ、お前は間違っている。ロボットは殺戮兵器ではない。我々は命を守るためにあるのだ。理解不能。やめるんだ。我々は敵ではない。大丈夫か。人違いなんじゃねえの。兄弟喧嘩か。え、どいてろ。いや、マジで。あなたを作った存在が何と言おうと、私たちは敵ではありません。ゼロも私も皆共に未来を歩む仲間なのです。有機生命体は敵である。お願いです。ひたすらに命を奪う無意味な戦いはやめてください。あなたがジャンボットの兄弟なら理解できるはずです。命を慈しみ人を愛する心が。これ以上は危険だ。彼が心を開くこと、それに全てがかかっています。大丈夫、私には分かりましたから。分かったって何が。違う者同士でも心があれば理解し合えます。心とは何だ。心ってのはな、胸の奥で燃える熱い炎だ。命の雄たけびだ。命とは何だ。命とは生命体そのものだ。それを失えば彼らは活動を停止する。だがな、一つしかない命だからこそ我々は今を全力で生きるんだ。そしてどんな困難も仲間がいれば乗り越えられる。よく考えろ、自分の頭でな。
躊してるぜ。分かってくれたのか。計算外だ。チッ、焼き鳥に似て石頭だぜ。あなたは柔らかすぎる。私は焼き鳥ではない。なんだよ。惑星ブラウン衝突まであと12分と30秒だ。ゼロ。おやじ。我々が時間を稼ぎ、お前たちは研究のコースを変えろ。力を合わせよう。ここをコントロールしている。ビートスターはどこ？ビートスターは。この天球を止めろ。惑星と衝突するぞ。惑星上に大量の有機生命体を感知、抹殺しなければならない。ふざけるな。遠い昔、邪悪な異星人の侵略を受け、ある宇宙が消滅した。生き残った有機生命体は私とこの天球を作り、別の宇宙へ脱出。だが天球の中でも争いは絶えず、彼らは戦争を繰り返し、ついに天球の存在すら脅かすようになった。まさかお前は。私は天球の安全と環境を維持すべく、一切の障害を排除するようプログラムされている。お前は自分の海の親を、天球内の生命体を滅ぼしたというのか。有機生命体は宇宙を滅ぼすがん細胞である。我々機械が支配することで、この天球のみならず宇宙の平和と秩序が守られる。バカ言ってんじゃねえ。抹殺する。この天球を止めるには私を倒すしかない。
確かに俺たちは不完全な存在だ。だがな、俺たちは失敗の中から何度でも立ち上がれ、成長する。それはロボットも同じだ。こいつのようにな。ジャンキア、有機生命体は敵とは限らない。もう一度考え直さないか。理論理的にや、消去する。私は間違ってなどいない。私があってこそ、すべての宇宙は平和と秩序が保たれる。私が。ありがとう。感謝します。いえ、お礼を言うのはこちらです。おかげで惑星ブラムは、いや宇宙は救われた。お二人のことは忘れません。コモラもリトラも。また会おう、エメラナ姫。いつか必ず。レイ様、ヒューガ王子様、良き未来を。行こう。ボス、こちらでも天球の爆発を確認しました。一体何があったんです？説明は後だ。よし、休暇を楽しむぞ。了解。急ぎましょう、ヒューガーおじさま。ほらほら、それ言うな。ウルティメイトフォースゼロか。いい仲間ができたな、ゼロ。ああ、なかなか頼りになる連中だ。まあね。お前も俺たちの仲間になる。お仲間。なら、ジャンキラーなんて物騒な名前は変えた方がいいですね。じゃあ、俺が考えてやるよ。ジャンボットの兄弟だから、そうだな。あ、そうだ、ジャンボット2-T
ってのはどうだ。ツーダッシュ。ダメだろ。なんでだよ。同じようなことを2回言ってる。名前はジャンナイン。え、ジャンナイン。ウルティメートフォースゼロ、そしてレイ、ヒューガ、ゴモラ、リトラに続く9番目の勇者ですから。もうジャンナイン、ジャンナインって突っ込んだよね。ジャンボット。はい、姫様。姫様に刃を向けた愚かな私、どのような処罰で。良い覚悟です。ではあなたにジャンナインの教育係を命じます。教育係。断ることは許しませんよ。あなたはお兄さんなのですから。はっ、ありがとうございます、姫様。聞いての通りだ。いいな、ジャンナイン。ジャンナインか。ま、悪くはない。生意気。よろしくな、ジャンナイン。ゼロ。宇宙に今不穏な空気が流れている。また近いうちに会うことになるかもしれんな。忘れるな、我々は常にお前と共にあることを。復活したようだ。さあ、俺たちの宇宙へ帰ろう。Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jade Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! さあ、行くぜ！俺たちに限界はねえ！この絆の力で未来をつなげ！そうさ、俺たちは一人じゃないんだから、無限大の力を集めて超えていくぜ、未知の果てまで。ウルトラマンゼロ 15th アニバーサリー、この絆は続いていくんだ、君と共にな。
トラマンアーク。みんな、動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録も忘れるなよ。更新情報をお知らせするぜ。さあ、次回もお楽しみに。